サッカーファンの皆さん、こんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、川崎フロンターレがベガルタ仙台と戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。いよいよ試合が始まります。川崎フロンターレボールのキックオフです。家永昭弘、次々に相手を抜き去っています。ゴール前で振り切った。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。試合時間は前半4分、早くも先制点です。ここでスローイン。このパスは読んでいました。川崎の攻撃です。ゴール前に入ってきた。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。前に進んでいます。抜いた。周りを確認したい。シュートできるかと思いましたが、ゴールキックに変わります。赤崎周平、誰か見ておきたい。ここでシュート。チョン・ソンリョン、しっかり止めました。中に入れた。ここはクリアされました。中の選手を狙ってきた。ジョアン・シミッチ、ドリブルで相手を揺さぶります。ドリブルで崩します。決まった。同点ゴールです。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。
ジョアン・シミッチ、上里恭平、谷口翔吾、ここはサイドへパスを出します。クロスを狙ってきますか。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。来たか、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。シモン、赤崎周平、谷口翔吾。今のところポゼッションは川崎フロンターレが上回っています。問題は現状のパフォーマンスでは相手は怖さを感じないことでしょうね。勝つためには何か工夫した方がいいんじゃないでしょうか。見事なスルーパス、ここはフリーキックを与えられます。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。ええ、他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意にとどめましたね。カウンターを狙います。上がっていけるか。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。レアンドロ・ダミアン、入ってきたぞ。ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。ああ、ホームのサポーターが怒りをあらわにしていますね。はい、相手は引き分け狙いで時間稼ぎに入っていますからね。無理に取りに行けばカウン、これはチャンス。レアンドロ・ダミアン、スコアは1対1。ここは後半戦キックオフ。フィールドの中盤でボールを奪いました。このシュートで勝ち越せるか。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。1点挙げたシーンは見事でしたね。かなり乗っているので、後半は勝ち越しゴールもあるんじゃないでしょうか。コーナーキックを蹴った。見事なヘディングです。映像が来ました。コーナーキックからのいいボールです。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。このまま行きたい。レアンドロ・ダミアン、同点かと思いましたが、シュートは決められません。力が入ったかもしれませんね。こういうチャンスを逃しているとどんどん苦しくなりますよ。マルティノス、このプレスは素晴らしい。ボールを外に出させました。スローインです。ボールを失います。
スペースに見事なロブパス。このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。ビハインドということもあってかなり攻めているのですが、もう少し落ち着いてシュートを打てれば追いつけるかもしれませんね。フロンターレが攻めに出ます。ファールの判定です。フリーキックですね。先ほどのプレーに口頭で注意を与えています。審判に目をつけられたくないですね。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。ここでインターセプト。ここでかわしました。絶妙なロブパスです。シュートの当たりが悪かった気がします。ここはインターセプト。しっかり予測していました。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。ボールは相手に渡りました。ドリブルで進み、ゴールを見る。キーパーと1対1でしたが、大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。ボールを奪われます。川崎の攻撃です。このパスはカットされます。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスが続く。カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはず。スペースを見る。ボールはニアの味方へ。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。このパスは読んでいました。この試合はまだまだ分かりません。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。クロスを出したい。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームが勝利しました。こういう接戦をものにしたことは自信につながりますよね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守り